この件あの何と言いますかね最近はですね介護の情報発信をすることが増えたんで多分質問が来たと思うんですけども今回こういうテーマで語らせていただきます。 高校行きたかった、重度障害、定員割れでも25回不合格、21歳男性死去ということで、毎日新聞のインターネット版の引用をですね私の方にリンクをくださって、これはまあどういうふうに考えるのかということに加えて、ですね個人的にはっていう前提で、その方が書いてるんですけども、まあ,あのひどい高校だと、こんなことではあの日本の先進国としてのね、 教育体制は守れないんじゃないか？ってことを丁寧に書いてくださってるんですよ。で、これについては私にコメントを求められているんですが、えっとまずね。前提としてすごく気の毒な話だなと思うんですよ。それはね。2つの意味でです。えっと21歳という。 あの若さにしてですねお亡くなりになってしまうような、まあ、障害を負ってしまったことそして家族の方のね協力とか励ましとか頑張りがあったんですけども目標としていたあの高校に入れなかったということが、まあ、この2つの意味でねちょっとこう気の毒だなというところはあるんですよねただだからといってこの高校をね悪者にして叩いていいかどうかっていうのとはちょっと別ですで学校が25回、えー、不合格を言い渡したということと 多分同じ学校だと思うんですけどもそれからあの定員割れでも入れてくれなかったひどい学校だっていうふうなその、ねま、コメントというか個人的な感想がいくつか書いてあったんですけどもそれは分かるんですけどもでも公平に見て義務教育とは違って高校っていうのはどんな人を合格させるかとかねどんな人を合格させないかっていうのはうーんやっぱ選ぶことができますそれは単に学力で例えば70点以上取らないと駄目ですよっていうふな選び,選び方もあるかもしれませんし。 定員割れをまあ今回起こしてるってことなんですけども、もしかしたら学校は定員割れのまま教員を減らしたりとか規模を縮小して別の体制を取ってるかもしれないんで、そうなると定員割れオッケーでやっていたのかもしれないんですよね。もちろんあの合格させてあげたかったなって気持ちは私もあるんですけども、うん、高校ってのは運営上の都合でどんな人を取りたいかっていうところもあって、まあ、だからはっきり言うとですね、あの重度障害者の方を受け入れる 体制ができていないなとかそれから人員的な余裕がないとか介護のスキルが設備がこの学校にはないってことになったり、えーまあ、このね、えー、合格をさせた上でそこに予算を割くとか人員を配置するっていう考えがなかったら重度障害の方すいませんうちの学校ではちょっと取ることができませんっていう理由もしくは別の理由で不合格にすることもあったのかなと思うんですよだからこの辺はですね 高校側の言い分も聞いてみないと私もコメントのしようがなくってこの記事だけ見るとその毎日新聞さんが書かれている記事だけ見るとうーんとちょっと必要以上に気の毒に思えるのとあと学校をね悪く言う人が出てもしょうがないかなと思うんですよね。でここに取り上げられてるのは「成田市立の中学には看護師が巡回しとか書いてあったりするんですよね。 ただまあ中学っていうのは一定のレベルで生徒さんのね義務教育ですから行きたくもない人まで行かせないといけないのが義務教育ですからそういう意味で言うとサポートする義務がね看護師さんを在住させたり巡回させる義務はあったんではなかろうかということを考えるけども高校の場合はどうなんでしょうねうまあえっと2013年から会場者を受け付け続けた県立高校入試は追加募集込含めて27か不合格あ 介護者をつけて受け付けたってことなんですよね。受験には介護者をつけて受け付けたわけですよね。でもその後の記事は、有料なんで、送られてきてないんですよ。ちょっとこれはね、な、どういうことなんでしょうかね。うんと、多分私にこの記事を送ってきてくださった方、ここまでの記事を見て、えー、判断を下した、もしくは私に判断を求めているのか、ちょっとうがった見方をすると、この、毎日新聞のネット版の登録を、 アフィリエイト報酬目的で私に送らしているというねそういうことで、えー、全文を久保さん気になるだろうから全文読むために登録してくださいってこと意味が含まれているのかってことなんですかねなんかそうなるとうんちょっと考えすぎかもしれませんけどもこういう記事を使って私に対して売り上げを上げるためにあのそれをやってるんだとしたらちょっとまあやめてくださいって話ですようん2ヶ月分も100円って書いてますから大した金額ではないんですけども なんかそうじゃないと信じたいですけどももしねこの記事にコメントを求めるんだったら、えー、と全文が分かる内容で出してほしいなと思っちゃうのとあとまあ、そうですね全文をコピーペーストして私に渡すわけにいかないからそれはでできないです,、ねうんはい、すみませんいろいろと話しましたけどもあの確かにねあのこういうふうに若くしてお亡くなりになる方とか。 行行きたたい高校ににけなかったのははそれは本当に同じ気持ちです私も何とか合格させてあげられなかったのかなとか下駄を履かしてでも入学はさせられても合格証書を渡せてもその後の3年間の暮らしをやっぱり責任を持っていかないといけないとかね事故を起こしてはいけないとか他の生徒さんとの関係とか体育の授業はどうするんだとかね学習はどういうふうに進めていくのかとかそれからあの階段はどうやって登るのかとか。 通学はどうするのかっていうところまで考えてこの学校がなんとか取りたいけどもちょっと無理,無理ですねっていうふうな結論に達したんだとしたら、うん、あんまり責められないかなとも思うんですよそのために設備投資をしたりとかね、えー、看護師さんを巡回させたりってことをこの学校に要求することができてもこの学校にもう体力がない力量がないってことになると、うん、まあ不合格を出さざるをえなかったのかなとか思っちゃいますけどね。 ただやっぱり私の気持ちとしてはそれでもんととかかしてあげたかったっ思います、うん、だからね本当にこういう問題がなくなればいいかなと思いますし徐々になくなっていってる途中だと思うんですよ。ただ全部の問題が今日の時点で解決できてるわけではないんで今回の件でねやっぱり一つでも多くの学校がこれからの日本の教育とか在り方を考えるに従ってですね、まあ、例えば れいわ新選組っていうところではね重度障害の方が2人、えー、国会に上がりましたけどもそのために国の,その税金を使ってねで国会の設備を変えてるわけですよだから国会の設備を変えるところからスタートしてうん、まあ、大学とか高校とか中学とか小学校のね末端に隅々まで至るまで徐々に変わっていくその、まあ、きっかけになればなということが私の。 精一杯できるコメントかなと思いますよねここで誰が悪いっていうことはちょっと私判断できないしするべきではないかなと思いますあの皆さんそれぞれね意地悪で別にこの人をね拒絶したわけではないんでそれをうんなんか断片的なあ記事だけでねこの学校が全て悪いとか学校を認可した行政が悪いとかね 学校の校長は何やってんだとかで名前さらしたりとかするのはちょっと違うかなと思いますんでそういうふうな個人攻撃とかねうんにはならないようにしてもらいたいなと思っちゃいますねはい潤さん受験を受け付ける時点で学校側が受験者にどんな説明があったのかなかったのかも気になりますその通りでございますあのやっぱりね学校の言い分もやっぱり聞いてみたいと思いますし教員の方もね人間ですからああなんとかしてあげたいなっていう気持ちとかねなんか教員全員でサポートするからちょっと 入れてああげまししししょうよよみたたたいなな話ももからっとにるんですよねどっちかって言うとでもそういうのは全然私の空想で分かりませんのであのここでね学校が悪だとか、うん、それから日本はもう終わってるとかねそういう飛躍した話にはなんないのかなと思いますついついね飛躍した話になりがちなんですけどもうんとこの現象だけ見たら本当にあの多くの方がね 気の毒だなとか思うと思いますけども、だからといって誰かを責めていいって話にはなんないと思うんですよまだ。だからねあの個人的にこいつはなんとか入れないために策略をねやったとかね。うん例えば定員割れをしてるんだけども別の事情があって定員割れと言っても誰でも取るわけではないと思うんですよ学校はあの高校とかはね。うんだからちょっとこの毎日新聞の記事の書き方も普段が普段なんで。 どどううううかかななとと思っっててしままころもありすすね、うん、普段がそうなんですよ毎日新聞って結、まあ、当たり前なんですけどもそのマスメディアの記事を書く人とか編集さんっていうのが入りますから元の記事からだいぶねあの売り上げとかを意識した書き方とかあとはネットで拡散されるようなね要するに物議を醸し出すような書き方とかになってくるのがの新聞の書き方ではあるんで。うん まあちょっっととと偏った書き方をすることもあるこものかなと思うんですよでもそれを込みでちょっと今回の記事をねあのー、読んでみると、うん、まあ、そこまで学校側に過酷な書き方もしてないのかなと思うんですけどもただ有料の部分を読んでないんで後半の方でね高校をむっちゃくちゃ攻めてるのかもしれないですし逆に中立的な意見を書いてるかもしれませんしね、えー、すみません私が言えるのはここまでかなと思います。でもねあのー 一日も早くどんな方にでも教育とかね進む道を与えてほしいなと思いますしそのためにあのまあ私たち国民全員がね何かができるような気がしますえ僕も今の時点で「誰が悪い?」とか言って話ができないような気がしますねそうなんですよねなんかすぐにね「この人が悪いんです」とか言って吊るし上げるようなところがこういうふうな記事が出た時にまあ見受けられるんですけども うん、そうではないだろうと思いますよねだから誰が悪いってういうことを決めるんではなくて何が悪いのかなって考えることの方が大事かなと思うんですよ、うん、でここですよだからとにかくねなんかいろんな事故が起きたらとにかく誰かを責めてその人を辞任させて終わりにしてますけどもそんなことでも問題片付かずにあの辞任させるよりも留任させてじゃあど,どこに問題があったんでしょうかってことをね一緒に明らかにしていった方があの結局問題っていうのはどんどん解決すると思うんですけどねねね、うんまあ、だかから、ね、すぐに、ね、誰かをね 責任者にしたりとか、うん、吊るし上げたりとか首を切っちゃったりするからいつまでたっても原因が分かんないんですよ、うん、だから墓場まで持ってかれちゃうんでそうではなくって誰が悪いから何が悪いに私たちも思考を変えていかなくてはならないのかなと思うようなねそれが私のコメントでございますでは失礼します